鉄道シムで人生を豊かに溝口駅長の朝ライブです。今日はですね、えー、とある方から、ね、乗り換え案内ソフト何使ってますかという質問がありましたので答えたいと思います。えー、っとですね、まあ別に何も珍しいものは使ってないんですけどね、あのー、溝口駅長が最近よく使っている乗り換え検索はこちらですね。 えー、ジョルダンの乗り換え案内もう老舗ですね。昔からあります。えー、っと、私が初めてパソコンを買った頃、えー、Windows 3.1とか95の頃にはバンドルして入ってたような気がしますけれども、エキスパートか乗り換え案内かっていうね、どっちかだったと思います。えー、で、まあジョえー、ジョルダンの乗り換え案内もね、えー、っとだんだんとレベルアップといいますか、機能強化されてまして、 昔はね、えー、乗り換え検査って言うと、まあ、出発地と到着地と、えー、出発時間ぐらいしか入れるとこなかったと思うんですけれども、今は経由液がね、入れられるのが便利ですね。あ、れ今見てるのがこ、ね、れパソコン版です。あの、パソコン版とあのスマホアプリ版で画面の形であったり、あの、検索の機能、若干違います。ので、その点はご了承ください。今見てるのはパソコン版です。で、例えばね、まあ、どんな、 どんな形勢で行きましょうかね。まあ、大阪、大阪から、大回りするとしてですね、まあ、新大阪にしましょうか。新大阪で、えー、和歌山線形にしましょう。ここは、ここは、えー、っと、そうですね、えーま、あそこにしましょうか。えー、っと月がせ。<laughs> えー、で、えで。 とは、長浜あたりましょうか。長浜。で、えー、ま、昨日あたりましょうか。で、こんな感じで、えー、っと、始発で、で、えー、特急は使わない、高速バス使わない、まあ、飛行機も当然使わないにして、検索ってしたらどうなるかな。 えっとあ、検索結果で、あ、見えないか。一番上がそれっぽいですね。えっ、ー、と、乗り換え8回170円って出てますので、これがまあ、大阪から和歌山線、関西線 <laughs>、周りの、琵琶湖大回りのコースになってるかと思います。まあ、こんな感じでね、あ、なんか余計なのが出てきた。 はい。大阪天皇寺、大鳥、和歌山、王子、鴨、芸、草津、舞原、大見塩つ、京都、新大阪。これは何時だ朝4時57分発で、ぐるっと周回りで17時22分に新大阪に帰ってくると。まあ、こんな検索結果が出て、ちゃんとね、料金170円って出てますね。大したもんです。 で、これをですね、まあ,あ、画面で見たりですね、あと、まあ、Facebook のイベントページとかに貼るときはですね、こちらのテキストっていうのが選べますので、えー、テキストボタンを押すと、こんな感じで、えー、検索結果がね、出てきますので、あとはこれをね、ビート、ビートを選んで、えー、コピーすればですね、 どこにでも貼り付けができるというような使い方をしております。はい。ということで、こんな感じですね。あとは、えっ、ー、とあ、こっちじゃないわ。170円じゃなかったら、こっちはなんだああ、私鉄の方に乗ったりしてるんだな。はい。まあ、ここら辺は検索結果を ちゃんと自分でね、確認して思ったコースになっているかっていうのは、えー、確認された方がいいと思います。こっちは南海高野線を経由するコースになってますね。これでは、えー、JR の大回り乗車になりません。はい。というような感じですね。で、あと、あ、そうそう。 でジョルダンの乗り換え案内にはですね、青春18切符検索というのがありまして、これを使えばですね、あのー、私鉄を経由するような検索結果にはなりませんので、JR、えー、の大回り乗車とかね、まあ、18切符とかを使う場合は、こちらを使うと便利です、はい。使い方は一緒ですね。検索結果が私鉄を経由しないっていうようなね、 形になりますので、よかったらこれも使ってみてください。あと、私もう一個使うのはですね、えっ、ー、と、ナビタイムですね。え、ナビタイムもですね、まあ、同じようなことが当然できるわけなんですけれども、えっ、ー、と、ナビタイムの場合はですね、えっ、ー、と、経由駅は3駅までですかね。これパソコン版です。で、使い方一緒ですね。 出発駅、到着駅と経由駅が指定できますよっていうのと、あと、えー、っと、ナビタイミングの場合は、えー、っと、ここにね、フリーパス指定っていうのがあります。ここで、青春18切符っていうのを選んでもらって、で、あ,、まあ、あと乗り換えをね、えー、乗り換えが少ないとか、運賃が安いとか、時間が早いとか、まあ、選べるようになってます。まあ、おすすめがデフォルトになってますね。 はい。使い方は一緒です。で、えー、っとですね、私がナビタイムを使うのはですね、こっちか。この地図の方からですね、検索っていうのができまして、えー、っと、あ,あ、茨城の地図が出てますね。これできるかな はい。えっ、ー、と、こんな感じでですね、地図上で選んでいけるんですが、こちらだとですね、経由値が無限に <laughs> あの増やしていけるというので、非常に検索がしやすいのというのと、また同じ条件でやってみましょうか。えー、大阪で、あ、でね、大阪はいいんだけど、経由値、いけるかな、コカは。コカは、えっ、ー、と、ちょっとね、結構、あの、えー とか空港とかなんかそういうのを、ね、選ばないといけないんですよね。えっ、ー、と、ここかはどこにしましたっけえっ、ー、と、月がそえっ、ー、と、これですね。で、えっ、ー、と、どこだっけ長浜にしようか。長浜。で、えっ、ー、と、マキノ。 で、執着が新大阪と。大阪。こうして、で、検索でいけるのかな。で、検索結果が出ました。 であこれがいけるかな170になってますから。でするとあの地図がですね、もう勝手に検索結果でできてるので、まあ、これさえあれば <laughs>、ちゃんと大回りの経路になってるなっていうのが確認できます。 ちょっとね、地図が見にくいというか、えー、まあ、もうちょっとアップするとですね。はい、こんな感じでね、見えます。はい。ので、この結果をね、えー、っと、画像をコピペして、で、えー、イベントページとかに貼っております。 ナビックタイムを使うときはこういう使い方を私はしています。はい。ということで、えー、乗り換え案内ですね。プチっと、えー。ジョルダンの乗り換え案内とナビタイムを使った検索を実演してみました。よかったら参考にしてみてください。<music>